JF アカデミー福島、JF アカデミー福島、JFA アカデミー福島は、日本サッカー協会、JF が、福島県、広野町、楢葉町、富岡町と連携して推進する中学、高校の6年間を対象としたエリート教育機、養成システムである。2006年、平成18年4月8日開校。スクールマスターは JF の布圭一郎。東日本大震災における福島第一原子力発電所事故の影響により、2011年度より静岡県の御殿場高原寺の住処に一時的に移転している後述。サッカー選手のエリート養成において30年以上の歴史を持つフランスのクレール・フォンテーヌ国立研究所をモデルに作られた。アカデミー生は J ビレッジ近郊に建てられた専用の寮に寄宿しながら地元の公立中学、高校に通学して学生としての学校教育を受け、放課後にアカデミーで各種の教育を受ける。アカデミーでの教育内容は日本サッカー協会の最高ランクの指導者資格であるS級コーチライセンスと教員免許を合わせ持つ専属コーチやモデルとなった INF で長年校長を務めたクロード・デュソーよるサッカーの指導だけでなく、英会話、論理的思考、ロジカルコミュニケーションスキル、リーダー教育、マナー講習、地元農家の協力による米作り体験、奉仕活動など多岐にわたる。また、日本サッカー協会の技術委員会、女子委員会、スポーツ医学委員会や、ドクター、アスレチックトレーナー、アスレチックカウンセラー、管理栄養士らによるメディカルフィジカル、栄養、メンタルのケアにも注意が払われている。中高6年間の一貫教育を基本方針としているため、男女とも入学時に中学1年生となるもの、応募時点で小学6年生のみを対象に夏から冬にかけて3から4段階に及ぶ選考試験が行われて選ばれる。ただし初年度となった1期生の女子のみ例外で、中学1年生から高校1年生までの4学年が募集された。遠征や用具を含むサッカーの活動に関わる費用や、アカデミーで受ける各種カリキュラムにかかる費用は、全額日本サッカー協会が負担しており、入学者の負担は20万円の入学金と、月8万円の寮費のみ、学校教育にかかる費用は別途となっている。男子中学生は、高野中学校、女子中学生は楢葉中学校、高校生は男女とも富岡高校に通学する。このアカデミー開始に合わせ、楢葉地区教育構想が策定、実施され、富岡高等学校と広野中学、楢葉中学を含む地元の4つの中学校は、連携型中高一貫教育を実施、富岡高校には国際、スポーツ科が新設され、アカデミー生はこの都下で学ぶことになる。なお、男女で通う中学校が違っているのは、男子寮が広野町に、女子寮が楢葉町に立っているからであり、男女ともに入学する富岡高校は連携する広野町、楢葉町、富岡町に存在する唯一の高校である。2011年3月に発生した福島第一原子力発電所事故を受け、拠点である J ビレッジが当面の間利用不可能となっていることから、同年4月から御殿場高原寺の住処に移転して活動することになった。学校教育については、中学生は御殿場市立藤岡中学校、高校生に関しては、福島県立富岡高等学校のサテライト協力校である静岡県立三島町寮高等学校で行われる。一時点が長期化していることから、男子チームについては、登録地も福島県から静岡県に変更される U-15 及び U-18 セカンドは2013年度より U-18 は2014年度より。女子は2011年以降、男子は2013年以降、リーグ戦の会場は都議の住処周辺を中心としつつ、一部で福島県の会場も使うという形態となっている。下記の表参照。J ビレッジが2019年春に全面再開予定であることを受け、日本サッカー協会会長の田島幸三は2021年度に同アカデミーを福島へ戻す意向であることを明かした。その上で、静岡に避難しているアカデミーの静岡での存続も検討していることも明かした。そして2018年4月に日本サッカー協会は、アカデミー福島を男子は2021年4月より中学1年生から1学年ずつ入校。女子はチーム編成上2024年に全6学年が一斉に福島県に戻って活動を再開する子を発表した。印なしの会場は土岐の住処周辺、印の会場は福島県内、印の会場はその他。2006年4月8日に福島県富岡町文化交流センターで開校式が行われた。日本女子サッカーリーグ2部を改組して2010年から設置されるなでしこチャレンジリーグへの参戦を目指し2009年11月に開催された参入決定戦に出場、初日2日目と連勝し、最終日の日本体育大学女子サッカー部戦には敗れたもののA グループ2位となったことにより、なでしこチャレンジリーグ参戦が決定した。2008年には、富岡高校女子サッカー部が、第17回、全日本高等学校女子サッカー選手権大会に、東北地区第3代表として初出場した。女子サッカー部には、JF アカデミー、福島所属選手は、不参加ではあるものの、JF アカデミーと富岡高校との提携関係が、結ばれ、男女双方のサッカー部設立、強化の方針が打ち出されたことにより、同校サッカー部で競技に打ち込むことを希望し、県内全域のみならず、県外からも入学者があったことが、創部間もないながら、東北地区予選を勝ち上がることができた理由の一つである。この大会には32チームが参加し、富岡高校はトーナメント1回戦で敗退した。また、富岡高校の男子チームは、創部3年目にして2008年度の全国高校サッカー選手権大会に出場が決定している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。